やりたい放題の中国にアメリカがブチギレです。1895年から100年以上日本に編入されていて、日本固有の領土である尖閣諸島ですが、中国がたびたび領海に侵入しています。この問題はニュースなどでたびたび耳にしますよね。しかしそんな度重なる中国の侵入によってある国を怒らせてしまいました。今回はこの中国の大誤算ともいえる状況を海外の反応と合わせてご紹介します。それでは行ってみましょう。尖閣諸島は魚釣島、北小島、南小島、久場島、大正島、沖の北岩、沖の南岩、飛び瀬などからなる島々の総称で、沖縄県石垣市に属します。戦前には魚釣島には鰹節工場のほか、桟橋、船着き場、貯水場などが建設されただけでなく、海鳥の保護や植林、実験栽培などもなされていました。しかし1969年の海洋調査で尖閣諸島周辺に産油国であるイラクの埋蔵量に匹敵するほどの大量の石油が埋蔵されている可能性があると判明してから、中国も1971年以降尖閣の領有権を主張し始めました。石油をはじめとする海底資源が欲しいのは明白です。近年ではそれに加えて海洋進出のための足がかりとしても尖閣諸島を奪おうとしていますね。1978年4月、機銃で武装した100隻を超える中国漁船が海上保安庁の退去命令を無視して領海侵犯を繰り返しました。福田赳夫内閣が抗議すると、中国は事件について偶発的と答え、1978年8月に鄧小平が再び戦犯のような事件を起こすことはないと約束。その後福田内閣は日中平和友好条約に調印しました。この時鄧小平は、我々の世代の人間は知恵が足りない、我々のこの話し合いはまとまらないが、次の世代は我々よりももっと知恵があろう、その時は誰もが受け入れられるいい解決方法を見出せるだろうと発言しています。一見穏便に済ませたかのように見えますが、中国はこれで実質的には問題を棚上げし、いつになるか定かでない次世代に託すとしながら、長期にわたって尖閣諸島問題を国境問題として固定化することに成功。次の世代の判断が下されるまでに既成事実を積み重ねておくことが可能となったのです。これこそが中国側の意図したものではなかったかと思われます。それから30年は何事も起きなかったのですが、2008年12月、中国船による尖閣諸島海域の航行が確認されました。外務省ホームページには、日本政府は海上保安庁巡視船からの退去要求及び外交ルートによる抗議を通じて毅然と対処したが、これは中国が法令上のみならず力によって尖閣諸島の現状に挑戦し始めたことを示していたと書かれています。翌2009年には尖閣諸島中国漁船衝突事件が発生。2012年9月に日本が尖閣諸島のうち3島、魚釣島、北小島、南小島の民法上の所有権を民間人から国に移しました。しかし中国はそれを口実として、それ以降中国海警局等に所属する船舶が荒天の日を除きほぼ毎日接続水域に入域航行するようになり、月に数回の頻度で領海侵入を繰り返しています。その後も継続的に行われ、2023年1月にも中国海警局の船4隻が領海へ侵入しており、4月4日午後3時現在も79日連続で2隻が航行しています。侵入を続けている2隻は海警2102、海警2204、このうち海警2204は機関砲を搭載しています。これに対して日本側は海上保安庁の巡視船が領海に侵入しないよう警告しています。中国としては海洋進出を海外へもアピールしたいのかもしれませんが、その行動は日本だけでなくアメリカをもブチギレさせてしまったのです。アメリカのポンペイオ国務長官は2020年7月8日の記者会見で、中国が近隣諸国と抱える領土問題について言及しました。
具体的には、中国がブータンと争っているヒマラヤ山脈、ベトナムの排他的経済水域、日本の尖閣諸島についてです。これは、アメリカがインド太平洋における中国の強硬な姿勢に関して、近隣の領土問題を一つの大きな問題として捉えていると受け取れます。ポンペイオ国務長官は、南シナ海に対する中国の主張は完全に違法だと強く声明を出しただけでなく、2度もアメリカ軍の空母ニミッツやロナルド・レーガンが南シナ海で訓練を行い、日本の外務省とアメリカ国防総省の密な連携をアピールしています。さらに中国はインドとも争っていて、2020年6月、インドと中国が互いに領土として主張しているガルワン渓谷で中国軍とインド軍が衝突し、インド軍の兵士20名以上が亡くなりました。きっかけはインドの実効支配線の内側数百メートルの地点に中国軍がテントを設営し、両軍の協議で撤去が決まったものの中国側が実行しなかったことにあります。インドと中国の衝突で被害者が出てしまったのは実に45年ぶりのことで、事態はとても深刻な状態であると言えます。さらに中国はブータン東部の作天野生動物保護区に対しても突然領有権を主張しだしています。作天野生動物保護区はインドが実効支配し、中国も領有権を主張するアルナチャルプラデシュ州と隣り合わせで、中国とインドにとって敏感な地域です。これらの現状を踏まえてポンペイオ国務長官は記者会見で、中国は領有権に関する争いを世界各地で行っている。世界はこのような行為を断じて許してはならない。世界各国が一致団結して中国へ対抗する必要がある、と訴えました。これまでのアメリカ政府は領有権の争いの際は中立を保つという立場で一貫していましたが、中国が主権を主張して満足する周辺国はいないと指摘。そして世界はこのような中国の動きに対応するために一致団結しなくてはならないと世界各国に呼びかけ、中国に対して強い圧力をかけています。さてこの話題に対して海外の人々から様々な声が寄せられていましたので、その一部をご紹介します。尖閣諸島は確実に日本の領土だよ。だってかなり昔に日本があの島の領有権を主張した時に中国は何も言わなかったんだからさ。大量の石油が眠ってると分かった途端に自分たちの領土だと言い始めたんだ。中国は資源があると分かったら突然、実はこの辺は歴史上中国のものだからなんて言い出すけど、世間に通じるわけがないよね。この理論で言ったらいずれはハワイあたりまでもが本当はここは中国のものだと言い出しかねないじゃないか。日本は尖閣諸島に政府機関を作って人を常駐させた方がいいんじゃないか。中国に強く対応しないとダメだよ。尖閣諸島を守るのは日本、自分で守らなければアメリカは助けないだろう。正直尖閣諸島侵入でアメリカがここまで怒るとは思わなかったよ。アメリカは日本から石油を分けてもらいたいし、中国を抑え込みたいという思惑がある。常にこの2つが絡んでるね。中国は強盗国家だよ。だってあそこはアジアの多くの国から陸と島を結んでいるからね。ベトナムとも戦争したし、広西、海南島、スプラトリー島などを盗んだからね。中国の欲望は底知れないよ。中国は本当は尖閣諸島が日本に属するのを知っていながら戦略的にやっているところがあるんじゃないかな。もしフィリピンが尖閣諸島を領有していたら、中国はもう攻め込んでいるんだろうな。以上が海外の人々の反応でした。続いては国内の反応の一部をご紹介します。尖閣諸島と南沖ノ鳥島の領有や資源の主権は日本国所有同然であるが、最も気になるのは日本政府の政権内部です。政権内部に明らかなる親中行動をする者がおり、本当に日本人であるのか疑わしい行動をしている場合が多い。マスコミ内部も同様で、中国国内での良くない報道は日本国内には流布されずにスルーされ、攻撃対象は大々的に報道。ウクライナ侵攻の情報も
アメリカ報道のコピペしかしていないのが現状で、プロならば自分で調べて意見を報道すべき。海保の艦艇も重武装化が必要かと思われます。中国の大型巡視艇の足を止めるには、せめて 76mm の艦砲システムを搭載してほしい。日本国民だけでなく、世界のいろいろな人たちが最近の中国の態度には疑問を感じているようです。また、尖閣諸島に対しては日本自身が守っていかないと、という意見もありました。至極もっともな意見ですね。この尖閣諸島に対する中国の圧力はまだまだ続いています。中国自然資源省は、2013年3月、中国の地図に関する新たな規定を発表しました。それは、尖閣諸島の中国名である釣魚諸島を中国の領土として明示するよう義務付けたのです。同省は、中国の領土範囲を正確に反映すべきだと強調して、この新しい規定によって国家の主権と安全、発展利益を守ると説明しています。他国の主権と安全を攻撃するの間違いですね。また全国地図で中国大陸や台湾だけでなく、南シナ海の島々や釣魚島など重要な島を原則として示すようにとの指示も出しています。台湾に関しては本土各省と同様の行政単位として表示し、釣魚島は台湾省の一部とするように指示されているようです。いやー、本当に恐れを知らない国ですね。怖すぎます。習近平指導部は2020年8月に台湾を取り囲む形で軍事演習を実施していますが、尖閣周辺にも無人機を飛ばし、有事の際には尖閣と台湾をセットで捉える動きを見せています。中国政府は2020年6月にも沖縄県の尖閣諸島周辺とみられる東シナ海の海底地形に合わせて50カ所に名称をつけたと発表。さらに尖閣周辺の日本の領海に大型の機関砲を搭載した中国航船を相次いで侵入させるなど、既成事実を作って一方的に状況変更をしようとしています。とにかく中国は自分たちが欲しい土地をどんどん侵略しようと画策しているわけです。こんな状況の中で防衛力強化は必要ないだとか、話し合いで解決はできるだなんて言っている勢力がまだまだ日本国内にあるというのが驚きですよね。さすがに脳内がお花畑すぎます。しかし一方、尖閣諸島を守る抑止力としてやはり強いのが日米安保条約第5条の尖閣諸島への適用です。これを根拠にアメリカは日本の領域で日本と共に防衛行動を行うことができ、中国への大きな牽制になります。日本で新政権が発足した際、もしくはアメリカにおいて政権が交代した際には、日本の首相をはじめとする政府首脳がアメリカ大統領や高官たちに、尖閣諸島は日米安保条約第5条の適用対象であると毎回明言を得ています。このことを報道することによって、尖閣諸島において中国が何らかの形で武力を行使した場合には、アメリカ軍が出動して中国軍を撃退し日本を救援してくれるといった認識をアピールすることができ、中国への大きな牽制となるのです。ただ最近中国は尖閣諸島だけでなく沖ノ鳥島までも自国の領土だなどと言い出すようになりました。沖ノ鳥島周辺の海でも中国は海洋調査船を使って不法な現状変更の試みをしつこく続けているのです。日本政府は外交ルートで抗議していますが、中国側は沖ノ鳥島は島ではなく EEZ を設けられない岩であるとして応じませんでした。沖ノ鳥島は満潮時には2つの小島が海面上にわずかに頭を出すだけではありますが、国連海洋法条約第121条1項に書かれている自然に形成された陸地で、高潮時にも水面上にあることを満たすデッキとした島のため、中国の主張は認められません。しかしなぜ小笠原諸島父島からでも 910km も離れた沖ノ鳥島に注目が集まるのでしょうか。その理由は、周りがカジキやマグロの他に43種の魚が存在する水産物が豊富な場所なだけでなく、沖ノ鳥島が
日本の最南端として存在することで、日本に38万平方キロメートルある国土面積を上回る排他的経済水域 EEZ をもたらすためです。さらに、沖ノ鳥島の海底には、コバルトやニッケルなどのレアメタルといった地下資源があることが分かっています。レアメタルは、半導体などに使用される貴重な資源なので、各国がその資源を狙うのも分かりますよね。日本にとっては、天然資源への主権的権利や海洋科学調査などの管轄権を持つ上で、沖ノ鳥島を保持することは、国力を高めるためにも非常に重要なことです。絶対に中国に奪われてはいけません。また、沖ノ鳥島は、西太平洋上の孤島ではあっても、沖縄とアメリカ領グアムを結ぶ航路のほぼ中間に位置しているため軍事的要衝でもあります。中国が、数々の周辺国の領土を侵略しようとしている現状を見ると、日本の EEZ 内で不穏な動きをしていることを見逃せませんし、グアムを要するアメリカにとっても黙って見ているわけにはいかないでしょう。日本もアメリカをはじめ味方になってくれる周辺の国と一緒に主権をしっかりと主張していくことが必要ではないでしょうか。今後も中国の動きは注視していきましょう。いかがでしたか？当チャンネルの感想ですが、最近日本もようやく防衛強化に動き出すようになりましたが、さらに強化しなければなりません。増員や新部隊の編成も必要ですが、隊員の待遇改善、弾薬や燃料といった必要物資の確保や有事の輸送手段の準備もしなければなりません。一言でまとめるならば、継戦能力の強化ですね。自衛隊のみならず、海上保安庁の増強も必要です。日米安全保障条約第5条の内容は、両国の日本における日米いずれか一方に対する攻撃が自国の平和及び安全を危うくするものであるという位置づけを確認し、憲法や手続きに従い共通の危険に対処するように行動することを宣言しているというものですが、いくらアメリカが味方についているとはいえ、日本は日本人の手で守るという意思と体制が必要です。2023年4月現在、ロシアのウクライナ侵攻が続いていますが、ウクライナが1年以上も戦えたのは各国の支援による部分も大きいのは確かです。しかし、侵攻開始当初にウクライナ軍が負けていたら、ここまで戦えたでしょうか。私は侵攻開始当初に負けなかったから、もっと言えばウクライナはロシアの侵攻に備えていたから戦い続けられていると考えています。コメントにもあった通り、話せばわかる、話せば解決できるといった平和主義が通じないのは皆さんご存知の通りです。そもそも他国に侵略されているのに自分の身を守らないことのどこが平和なのでしょうか。まあ、相手が無防備であれば侵略者にとっては平和でしょう。何の苦労もなしに相手を滅ぼすことができますからね。ことあるごとに防衛強化を戦争の準備や軍拡反対といかにも日本が悪事を働こうとしているかのようなプロパガンダを仕掛ける政党もあり、腹立たしい限りです。あなたたちは一体どこの国のために働いているんですか、という疑念さえ湧いてきますね。そんな政党に実権を握らせないためにも、私たちはマスコミの情報を鵜呑みにすることなく、しっかりとネット等でリサーチをして投票する必要があると思います。よかったら皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。